の王様だーれだ。じゃんけん、はい。3人しかこちらに来ません。俺ジンベエザー言いに行く。沖縄に楽しめないんですけど。はい、ということでね、12時になりました。ウェイ。ここでそんなウェイってなることじゃないですか。ここでね、うん、キム様の任期終了でございます。うわキム政権が終わりか。楽しかったでしょ。キムおばちゃんゴミすぎました。楽しかったじゃん。もう俺が次王様になったら、うん、クソみたいなやつからね。俺はもうね、いろいろやられましたから。コーヒー作ったり、いろいろやられたね。はい、スクワットなんか多分俺合計で60回くらいやる。でことでね、王様を決めたいと思うんですが、はい、まあ今日の王様の決め方、うん、ルーレットで決めたいと思います。はい、でルーレットで決めるんですけど、はい、キム様は、うん、まあ、もう一回終わったということで、さすがにね、うん、もう毎日同じになったらまあ面白くないということで、一、うん、回なった人は、はい、ちょっと確率を下げようと思います。いいですよね。まあいいですよ、じゃあ、はい、まあしょうがないです。でもその確率の壁を破ってなったら、また俺が王様ということで、ね、いやそうだよ、うん、だから一応キム様はもうこんな感じ、うん、あるんでしょ一応。俺もあるあるある。ここ、こんくらい。もう名前見えてない。村見子なしで。もうそうだね、これはもう、はい、ルーレット。キム様がじゃあ押しますね。はい、じゃあ次の王様だーれだ。いけ。動画撮ってなかったんだけど、練習でやった時匠で俺もう慣れないとか言ってたのに、やばっ。うわー気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいな。なんて呼び、何様ですか。なんて呼びですか。別に匠でいいよ。匠でいいんだ。あそこはめんどくさいもんだって。匠でいいんだ。ただまあ呼気は使ってただけ。何に厳しいタイプですか。いやもうあらゆる日常生活だ。例えばあのリモコン取ってくらいの細かさ。そんくらいの細かいところをちょっとずつストレス溜めてる感じ。うわ怖いな。怖い。じゃあまあ匠が、まあ、王様になったということで、うん、はい、今日の昼食に行きたいと思います。はい、よし。はい、でね、まあ昼食なんですけれども、近くに沖縄そばで、まあ元部そばっていうお店があるので、はい、行っていきたいと思います。イエイ。はい、早速移動します。イエイ。いや俺さ、試薬の時一回食べたんだけど、ひどいの食べさせられた。もうラップになんかくるばってて、もうみんなの分置いてあって、もう冷めたやつ。あ、もう根も伸びてんのさ。じゃあ今回あれだね。そう、今回マジの、そう、出来たての熱々のやつを食べたいんですよ僕は。しかも今ありえないぐらいお腹減ってるからね。もう俺このために朝だってバナナ1本しか食べてないもん。あ、そうだよね。そうだよ。どこのバナナ。どこのバナナ。俺、うん、え、やっぱ沖縄といえばでしょ、うん、ローソンです。ローソンじゃねえだろ。沖縄といえばじゃねえよ。あそこか。あそこです。あった。沖縄そば見えてます。もうめっちゃ入ってる。もうね、こっちはアクティビティしてね。そう、うん、しかもありえないぐらい体力使いましたから。うん、楽しいだね。楽しいよ。楽しみ。楽しいだね。やってる。あ、これやってるよね。やってなさそうじゃない。あ、臨時休業って書いてますね。臨時休業だ。え、やばっ。えぇ、うわぁ、ガチか。これなんか合いそうだよ。あ、いっぱいあるね、なんか。ゆき、俺今日ガチ腹いってるから、タコライスとそば2個頼むわ。お腹減った。腹減ったね。腹減った。いるよ。気持ちいいぐらい腹減った。わかる。今食ったら絶対うまいんだろうなっていう。やばいよ腹の減り具合。俺だってさっきまでもうすする練習したもん。もうすする練習したの。イメトレしてたもん。食べる。あ、もう食いたすぎて、すすってちょっと残ってる間にタコライスも入れる口の中に。うわもう、あ、そうしただけでいきそう。あ、あった。楽しみ。めっちゃ楽しみ。行きましょう。行きましょう。何今年。はい。え、何今年。え、みんな食えんよ。え、みんな食えへんで。食堂のおばちゃん。というと、え、今日は、はい、
じゃあ3人だけ食えるってことで食えないってどういうこと？飯に食ってこと、まあ、いや違う、もうね、ローソンのそば食べてもらうで、沖縄そばでしょ、ローソンのローソンの、ぶっかけそば大盛りね、ちょっとここでじゃあやると、あれだから、はい、店の前だから、はい、車の中で、はい、俺は普通にもう、本当に食べたい。俺マジで沖縄そば好きなんだよね。うん、そのどういうゲームですか？発表しますね。はい、3文字しりとりゲーム。確かにシンプルだね。3文字3文字しりとりね。本当だったら同じ言葉ありとかだったけど、うん、なしでじゃ うわーむずっ。じゃあいきますか。はい、いきましょう。3文字しりとりゲー、イエーイ。せーの、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、積み木、キツネ、マスタードだね、ミント。いけ、脱落。よっしゃーよっしゃー、近づいた、一歩近づいたー。ミントすごない？ミント、いや、ミントすごい。それはよくわかんない。リク弱っ。トマトとかあるよ、コンボとかね。マジ、リクには食わせたかったけどね。まあね、食わせたかった。しちゃおら、絶対食ってやるからな。よし、タレも気合入ってる。最後、最後、3文字しりとりゲーム、イエーイ。せーの、トンボ、ボール、ルビー。人じゃねえわ。いいんですかこれ。人じゃないね。これちょっとゲームですか。これはちょっとよくない。でもゲームです。これ審査ゲームです。これ審査入るわ。ゲームですから。いや王様。いや王様。いや王様。いやね。王様。俺なんかダサいやつ嫌いなのさ。いやいやいや王様。王様。いや王様。いや王様。ダサいやつ嫌い。王様本当に。いやいやこれゲームです。いや今のはさすがにちょっとダサすぎる。そういう人は嫌いだから。やっぱここはじゃあ負けた二人とゆうすけで。一回ちょっと三人で頂上決戦で、ここはもうシンプルにやっぱ運ゲーということでじゃんけんでやっぱやってもらうと思う。ああいいじゃん。神は見てるぞ。果たして神は見てるのか。もういい、いきます。はい、最初はグー、じゃんけん、はっ。見てなかった見てなかったなんでなんでだろと考えても残念、マジで。俺さ、正直言ってさ、全然そば食べたくなったの。なんでやねん全然ローソンでよかった、マジで。だから負けようと思ってたもん。いや本気で食いたかった。もう食いたいところじゃない、もうイメトレしたもんつか、お稲荷さん付きもあるよ。どっちお稲荷さん付きもあるほら、ぶっかけ大盛り、大盛りぶっかけそば。でも美味しそうではある。あるや。だってここに沖縄そばあるんだよ。なんで目の前に沖縄そばあんのにローソンのぶっかけそば。こんなの腹満たしたくない大盛りとか。大盛りだからね。じゃあ僕たちは食べてきますか。ありがとう。ありがとう。でも実力で勝っちゃってるから。いやちょっとね、危なかったのは俺も結構喜んでたので。喜びはいいね。あのね、残った人をバカにするのがですかね。そういうことね。どうも、負けたバケハ二人組です。もういつもだったらさ、喜んでこれも食べるんだけどさ、沖縄に来てさ、沖縄そば屋の前でさ、そば食うてる。まだよかったか。これ一人だったらめっちゃ悲しかったね。いただきます。ね、じゃあもうそばいただきます。
うん、まあ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 、うまいけどそんな感じなんだ。優しい優しいん、今言ってたの動画で、何が、あいつらのは可哀想って、何が、ローソンのそばの方が美味しいもんねって。ちょっと一瞬こっち来てくるの、ん、一瞬ちょっとこっち来てくるの、ちょっとタコライスも頼んだんだよね。うん、いや全然美味しそうなんか言わない。辛いよね。もちろんもちろん、いいんですか。かわいそうだし、確かに、ごめん、かわいそうだし、え、いいの、うわ、マジで聞いたこと、優しい、ありがとう、え、人のことないですよ、え、今のやばくないですか、今のやばくないですか。あー、最高、最高や、なんか、荷物です、荷物です。はい、昼ご飯食べ終わりました。最高でしたね。いやー、俺も最高だったよね、リク。最高だったね、リク、うん、最高、これも最高だよ。これ以上ないよ、沖縄来て、うん、なんかもう、沖縄を感じたよね。そうなんだ、うん、おもろいのが今のところ、うん、リク楽しめてない、うん、みんな、全員分のT シャツ買って、うん、アクティビティも入れなくて、そう、大丈夫、今日王様だからさ、うん、やっぱり俺でも楽しませたいから。ああ、おお、一応この後、まあ美ら海水族館、はい、いや来たね、来たかった、沖縄といえばじゃない、何、美ら海、美ら海はね、うん、全員で行って、まあ楽しい思い出を作りましょう何うわなんで、いや美ら海は、うん、みんなで行って楽しい思い出を作ろう。なんで、いや、ゆうすけ取れ、いや、ゆうすけ取って俺取るな。3人しかちなみに行きません、行かせたくないので、ちょっと、なんかできるバイトのやつ、うわ、どう濃厚、2人の顔見てください。